こんにちは。早速ですが前回の振り返りです。購入した商品や配線加工、上海情報についてはこちらの動画を参照ください。概要欄にもリンクがあります。それでは車両の内装をバラしていきます。助手席側からスタートします。まずは傷防止で養生テープを貼ります。私の性格上、2回目以降は養生しないと思います。ここはクリップと爪だけなので真上に引っ張って外します。ここは発煙筒の延長線上にプッシュプルリベットがいます。あとはクリップで止まっているだけなので真横に押し外します。クリップの位置はここです。続いてグローブボックスを外します。工具を使わないで外せます。養生をしっかり行いこのパネルを外します。クリップだけで止まっています。こちらも外に向かって真横に外します。グローブボックスの上にあるパネルを外します。こちらもクリップだけです。次はビスを1本外します。ちなみにここまで外さなくても作業はできると思います。配線を通すなど、なるべく作業しやすいように外せるものは外す主義です。次はエアコンダクトのところを外します。こちらもクリップだけです。ハンドル下のパネルの一部が重なっていたので少し浮かせます。続いてナビの縁のパネルを外します。こちらもクリップだけです。次はナビのブラケットのボルトを外します。こちらは違います。反対側です。下がナビブラケットのボルトです。やっぱりこのパネルがあると作業しにくいので外します。下にビスがあります。養生を忘れていました。エアコンセンサーのコネクタを外すのが意外と大変でした。これでボルトにアクセスしやすくなりました。ボルト4本を外します。ボルトを落下させないように気をつけましょう。上のボルトは特に注意ですね。これでブラケットが外れます。このブラケットをナビに移植します。ビスを外します。ネジ穴が合う位置があります。ネジはナビに付属のものを使います。ネジ間違えました。付属のネジは2種類あります。この2種類あって使うのはこっちです。サラネジはどんな時に使うのかは分かりませんでした。反対側も同様に取り付けます。ちなみに標準締め付けトルクは3ニュートンメートルです。これで下準備が完了です。次はリアカメラハーネスの取り回しを行います。しかし、機材トラブルで撮影できていない工程があります。リアカメラの説明書にはセンターコンソールまで外すように記載があります。そのセンターコンソールとリアカメラをナビ裏から助手席足元まで通す工程が撮影できていませんでした。なのでハーネスを通した位置は説明書通りですので、画像を参照ください。リアカメラの取り付けは大変なイメージがあると思いますが、純正部品を使用することで車両プリワイヤが使えるので楽です。リアカメラ本体の取り付けは別動画で確認ください。助手席足元に来ている車両プリワイヤにカメラハーネスを接続してコネクタに防振シートを貼ります。カメラハーネスを通した場所を確認します。ここまでが既存のプリワイヤ。インパネの中を通っている太いハーネスに沿う感じでナビ裏まで行きます。タイラップは短いものと長いもの2種類用意しておくと良いです。あと狭いところの作業ではこのようなことになる可能性もあるので絆創膏も準備しておきましょう。このような感じでナビ裏までカメラハーネスが来ています。これでカメラハーネスの準備が完了です。続いてアンテナ関係の作業を行います。アンテナ関係も取説に丁寧に記載してあるのでありがたいです。ハーネスを通すので A ピラーを外しておきます。この水色のやつうまい外し方ないですかね。ひねったりして外します。これでピラーが外れた。もう一つ黒いやつがいました。こっちは簡単に外れた。
アンテナを取り付ける作業に移ります。アルパインさんの取説に具体的な数値が書いてありますので、この範囲になるように貼る位置を考えます。86はフロントガラスの面積が小さく視界の妨げになるのは避けたいので、なるべく上部の角に来るようにしました。端から200に 15mm の位置としました。フィルムを貼っていきます。アンプの大きさやハーネスをどう取り回すのかイメージして高さを決めると良いです。あまり上すぎるとアンプがルーフライニングに干渉する恐れがあるのでご注意ください。ここからは早送りで作業を紹介します。空気が入らないようにしっかり貼り付けます。次は横側のアンテナフィルムの位置決めです。こちらは上部から 115mm の位置とします。ここで確認しておくべきポイントを紹介します。過去に失敗した経験があるのでこの確認をしています。一度 A ピラーを取り付けます。元の位置にあればしっかり取り付けなくても大丈夫です。ピラーがついている状態でアンテナの位置を決めるのをおすすめします。アンプとピラーが確実に干渉しないようにするためです。フィルムアンテナの位置が決まったら再度 A ピラーを外してアンプを貼り付けます。端子が触れるようにしっかりと貼り付けてください。束ねてあるものは先にほどいておいた方が良かったですね。ハーネスはルーフライニングに押し込み A ピラーからインパネに降りてくるようにします。大体のハーネスは長めになっています。86のような車両はだいぶ余ります。余った分はインパネ内で束ねるようにします。忘れちゃいけないのが ETC のアンテナです。一緒に作業してしまいましょう。地デジのアンテナに近すぎない位置に貼り付けます。こちらもルーフライニングに押し込んで A ピラーから下ろします。タイラップを使用して車両ハーネスに束ねていきます。これを運転席側でも繰り返すのですが、運転席側はさらにもう一手間あります。ハーネスを通すためにメーターを外します。短いドライバーでボルトネジを2本外します。斜め上に引き上げるとメーターフードが外れます。他にも作業しやすいようにハンドル周りのカウルを外していきます。メーターも外してしまいます。動画にありませんでしたがスピーカーも外しています。ここまでバラして A ピラーから降りてきた地デジのハーネスを通しました。このような感じで運転席側はナビ裏まで通しました。地デジハーネスの取り回しに自信があるのか同格もせずに運転席側の戻し作業をしています。ナビを取り付けて地デジがちゃんと映るか確認してから戻した方が良いと思います。順番が前後して申し訳ないですが再度助手席側です。こちらはリアカメラハーネスと同じところを通しました。こちら側は ETC のアンテナもあるので忘れずに。アンテナ線は長いので大変ですね。あとは ETC の電源線と通信線をナビ裏からグローブボックスまで通しておきます。助手席側の地デジハーネス ETC 関係のハーネスを通した位置を確認します。上から下ろしてきてインパネ内の太いハーネスに沿ってナビ裏へ向かいます。 ETC 関係の線はグローブボックスへ行くようにここで分岐しています。地デジ線はこのような感じです。運転席側と同様に動作確認もせずに戻し作業をしています。次の工程に進みます。ついにナビを取り付けていきます。個人的に一番楽しい作業です。準備加工編で作成した変換ハーネスを車両に取り付けていきます。あとナビのブラケットなどの角で車両の内装を傷つける恐れがあるためナビのすぐ下は保護しておいた方が良いです。86の場合ナビ裏のスペースにかなり余裕があるので長い線は奥の方に束ねておくことができます。次はメインコネクタ変換ハーネスを取り付けます。これがギボシなどついていて結構長い感じです。
デッドなビューラまで持ってきた ETC の電源線とリアカメラの電源線はメインコネクタ変換ハーネスから分岐します。消費電力が大きいものは別系統で電源を確保した方がトラブルのリスクは低いです。メインコネクタの途中ですが、取り回しの関係で5ピンコネクタを接続します。ハーネスが中で絡まないように配置を考え中。ETC の電源線と ACC 線を接続します。長いので束ね中。ちなみに、電源線の末端には必ずキャップ、もしくは絶縁の対応をしてください。擬干しにスリーブついていますが、オープンになっていれば接触の可能性があります。リスクを考え、絶縁対応は必須と考えます。続いて音声入力外部マイクを取り付けます。ステアリングコラム上部やメーター付近など、マイクをむき出しで設置は避けたいです。ルームランプに加工して取り付けるのを他の動画で見ましたが、私はいろいろ検討し、結果取り付けた場所はここです。ステアリングコラム、上部右側の奥の方に、ステアリング関係のステーがあり、そこにマイクを両面テープで取り付けて、マイクを運転席の方に向けています。ここなら配線も簡単です。肝心な音声認識ですが、特に大声で喋らなくても普通に音声を拾ってくれます。続いて、USB ケーブルです。基本的にスマホは無線でナビと通信しますが、ナビのアップデートの際に使用する可能性があるので、グローブボックスに線を通しておきます。アース線を仮で固定して、ナビに線をつなげます。接続位置は前回の動画で紹介したので割愛します。だんだんぐちゃぐちゃになってきました。そして緊張の瞬間、電源を入れてみます。ETC がちゃんと起動したことが分かりました。ナビの初期設定をします。ETC カードが投入されていません。とりあえずスピーカーから音は出ていそうです。その後、ステリモやリアカメラの初期設定だけ簡単に行います。再起動したら、テレビが映るか、ステリモがちゃんと動くか確認します。続いてリアカメラの確認をします。リバースに入れます。イグニッションになっていませんでした。再度、リバースに入れます。これで動作確認は完了です。あとは線をきれいにまとめてナビを固定します。ナビ裏がぎゅうぎゅうになって線を無理な方向に曲げたり、ステーなどに挟んだりしてしまうとトラブル、最悪火災につながる可能性があるので、最後まで気を抜かずに作業しましょう。ナビの固定が完了した後、再度ナビの動作確認しておきました。余談ですが、知り合いで車内の LED カスタムを自分で行ったが、配線のミスで車両火災になって車を1台ダメにしたり、ナビの取り付けで適当に揃えた線だけで変換ハーネスを作ったが、消費電力に対して線形が小さく熱を持ちぼや騒動になったなど、トラブルを見てきました。電気関係は知識を持って作業することをお勧めします。最後にリアカメラの確認をして作業完了です。まだ内装を戻す作業がありましたね。でもちょっと休憩してからでいいかな。